はい、皆さんこんにちは。進撃の巨人オープニング聞いて兵隊さんの真似しながら一緒に更新しがち、どうもつばやなすです。全国前なんで動画出さない気満々だったんですけど、あまりにも診断がおもろかったんで雑に出していきます。今日紹介するカードはこちら、隠れ潜むものシードラン、環境評価 S、 赤尾ドギラゴンノバのおぼろかげろうの枠と差し替えになりました。昨日のアドバンス大会でも上位入賞しています。どう強いのか3つのポイントで解説。1、ジャストダイバー。このクリーチャーが出た時、次の自分のターンの始めまでこのクリーチャーは相手に選ばれずアタックされない。落ちの木で選ばれません。ベルデで殴られません。鬼かます以上に確実に1打点として機能します。ビートダウンです。はい、タイミングを問わず強い。その2、リソース。このクリーチャーがアタックするときカードを2枚引き、その後自分の手札を1枚山札の上に置く。マイナス1プラス2マイナス1イコール0、つまりトータルで手札減ってません。おぼろかげろうは手札減ります。なんならこいつは複数回殴れる可能性あり。その3、確定演出。ドギラゴンの場から確定で出したいやつ出せます。トップにサイバー X でも仕込んでおいてください。バルチリスと合わせて約束された6打点。一応ハンデス対面とかに対してトップに何か仕込むとかもできます。ちなみにパチンコはやったことないです。という感じで、総じてドギラゴンノバとはありえん相性がよく、一部界隈で話題になっているという感じです。これで赤尾ドギラゴンノバの初動はグレネコカマスシードランの3種の神器となりました。ちなみにカートン買って4枚集まらないパターンもあるらしいので、赤尾ドギラゴンノバ使う方は早いうち集めておきましょう。ちなみに場持ちのいいレクスターズなので、今後スター進化の進化元で使われる可能性も大。今日8時半過ぎから配信でオリジナル大会やるんで、よかったら見に来てください。それではまた明日の新カード紹介でお会いしましょう。